こんにちは今日は2022年11月24日です。えー、飲み物のねいろいろなことがかか書かれてあるのでちょっとしゃべりたいと思います。この前ね牛乳のところをしゃべったんですがこのチーズのところまでまた行きたいと思います。えー、ねざっといきますね。これが低脂肪牛乳で。 注目するのが無形固形分が8.4で乳脂,肪乳脂肪分が1.0生乳100%で130度で2秒とかかる。この秒数とかはあんまり気にしないで見るのは乳脂肪分の1.0の場所ですねこの時1.0で他のやつに0.1があるので この時は、えー、一度ね沸騰させられて、吠え部分を取られると思いますその上で見ていくと200グラム、200ミリリットルですね、えー、42カロリーですね。このカロリーはどうもエネルギー分で、えー、っとね。 ホエインになって塊になると脂肪分が強まってエネルギーが高くなるのでこの時脂質は1.9と100やから0.8ですね炭水化物は炭素水と考えていいので10.0が5.0半分になるねこれが まあまあね低脂肪脂質70%オフにした状態です。ね。これがね、さっき言っていたのと同じようなさっきのは牛乳ですけどね。これが発酵乳ではい。発酵状態で。 乳脂肪が0.1%、無乳固形型が8.2%ああ、乳製品ですね、そしてブドウ化糖で、多分ね、これはブドウ糖を活発化にして発酵させて、 えー、砂糖は入れてないんじゃないかなと沸騰と蒸留でホエイを取るか取らないかでそこから冷やしてまた沸騰して蒸留してこのね0.1になったのではないかとなぜなら0.1ならホエイがあるか。 からら普通なら、はい、固まりまますよね。固まる分がないのに飲むヨーグルトですからね飲むヨーグルトでこちらはさっき言った脂質70%オフ低脂肪牛乳ですちょっと声振るますねいろいろありますんで。 そしてねこの時、えー、やっぱりね、うん、これはねちょっとね発酵でのエネルギーが上がっているのではと思われます。さっきは44が64になり、そしてね脂質がゼロにはね油分が多いとどっちか言いうと固まるのではないかと思われます。そして炭水化物が、えー 13, ですね、13のままうん水分が炭,炭素水が残るかというとこれはちょっとわからないですねいろいろ調べてください繊維も入ってますからね植物繊維自体は何かものを入れないとそして食塩でのねうん塩でのちょっとした、えー、天然岩塩を入れると甘みが増す感じですね これが続きで、飲むヨーグルトで乳酸菌 NY1301 株で株が入ってるんですが乳酸菌のね、これが発酵乳で、えー、虫乳固形が8.0一緒ですね。そしてね、植物性になってもね。 1> 1. で乳製品だから乳ともあこれもブドウ糖ででんぷん類を入れたところにね、えー、分解要素を入れているのではとそしてココナッツオイルですねココナッツオイルはココナッツのアルカリ成分の強いものを入れているとそれで固形分を出している。 だから1 0 0ムで72ああでも72でも一緒で炭水化物も12.4でもね脂質はちゃんと1.2残っていますね、うん、タンパク質は2.9塩も入ってますこれね普通なら脂質が1.2ならこちらの飲むヨーグルトもええー、ね ちょっと、ね、何か繰り返してほえい部分を取られているのではという話です。うん、そして次が爽やかね飲むヨーグルトでこれは発酵乳だけでね発酵させてるだけなんです。発酵さ人はうん、ね、ちょっと 感じると酸っぱみを増すんか寝かすかな、うん、常温で寝かすの味して、うん、どっちかというと温めないかもしれないですねそれから冷やして、ね、常温にまで持っていくかそれによってこのね乳酸脂肪が3.4%に差してるかですね発酵乳だけですかねその時のエノリウイがこれは高いようですが。 半分にするとだいたい70ぐらいですね、うん、だからさっきよりもエネルギーはないが乳脂肪が3.4でもさっきのはね混ぜ物があってのですからねそして脂質もちゃんと6.8と増えて、えー、食塩もあります炭水化物はこれもちょっとおかしいけどまあまあ炭素で炭素菌はね 炭素物で発酵させてるから15.9はそれで覆うてると思います。次が 6P チーズね6ーチーズです。あ日にち変えられることあるんで言います。今日は2022年11月24日です。 ちょっとすみませんねこれはプロセスチーズで、えー、原材料がナチュラルチーズですねその他にも乳化剤乳化剤自体はさっきのようにねちょっと酸っぱみを増してるかこれを持たすためのこの酸っぱみかアルカリ成分かですねなぜならアルカリ成分を入れることによって 固まらせるようなことがあるのでこの時のエネルギーはね 16.7g ですね 100g にすると大体6倍として 330kcal ロロですさっきので70から75ですねこれもどっちかで言ったら私の考え的には。 えー、常温で冷やして常温にしてそれを逆に蒸してそれを常温か冷やすようにしてうんこのね脂質分を増やしているのではとねその時にここの炭水化物はあちゃんと、えー、あ脂質はこれすいませんね、えー、6倍で。 30まで上がりますもんね。ほんな脂質があるというか固まるいうことで炭水化物はこれで10倍で、うん、それでもさっきの10によりも、えー、4ムになってね減っているとねそういうことです。これはねーチです。 これも同じ感じで見れますねナチュラルチーズで乳化剤ですね100で先のね330で脂、えー、質が4.6、ね、やからその6倍であごめんなさい思ってますね、えー、炭水化物も同じぐらいですこれも まやか6ピーチーチズ。さっきのはねこれんさっきのは北海道カマンベール入りです。この時カマン,チーズカマンベールチーズは5%でもねこのカマンベールというのもね多分蒸し具合で中がね柔らかいままかもしれません。一度やってみてください。うん それがね、いつもおなじみ、スノーの 6P チーズです。これもプロセスチーズで、ナチュラルチーズで、えー、乳化剤ですね、うん。そしてこの時は、えー、3倍で6、えー、330ミリグラム。脂質もね、さっきと同じで24から25。 そしてこれは、えー、書いてないですがさっきはこれが6倍として0.6から0.36です。うん。うん。さっきと同じぐらいですね。そしてナチュラルチーズ自体はやっぱりもしてるんじゃないかなと。 冷やしてから蒸すか蒸してから冷やして蒸すを繰り返してこのね脂肪分を増してエネルギーがなるのでその時絶対かわからないですが炭水化物は落ちると炭水化物があるということは炭素が多い炭酸性が多いのでそれをね、えー 失くすような行動をね例えば何回も言うと石炭に水を入れると蒸発するのがそれはエネルギーとして燃える状態になるそれがたまっている水は飲むとエネルギー分があるのではという話です、うん、いろいろすいませんこれはナチュラルシーの 生乳乳とと食塩と乳酸ですねこれは乳酸なのでやっぱり酸ですが危険でない酸なら、えーねえー、さっき書いてた発酵の時やから発酵菌などを使ってみればです、うん、普通にあっても寝かすと出るんではないかと思います。 やっぱり無がいいかもね。これは避けるチーズだからねあ一度やってみると避けるんですよ。そからやっぱりねこの避ける加減をね自分らで考えれば避けることはやっぱり無酸とならんですね中身ねスモークの状態だと思われます。うん これがスモークチーズチェダーチーズ塩ですねこれも同じナチュラルチーズで入荷剤ですねえっ、ー、と100でうん <laughs> 6で割ると5ぐらいやねこれも同じぐらいただねこれはスモークなんだ あやっぱりスモーーカから蒸してますねこれはチチェダーチーズですこれも蒸して、えー、氷まで冷やしてほんでまたジョーンとかねいろいろね、うん、やってみるす中の具合が違うただねこれ香りなんで香り付けでやってみて私はちょっとね苦手な香りでした癖がね好きな人は好きだと思います、えー、次がこれが えー、普通のね雪印バターです、えー。バターの材料を見ると乳生乳と食塩だけなんですよ。ということは生乳分を強くするには、えー、沸騰させた牛乳のホエイのところを集めていって冷やして繰り返すか、はい、できるとしたら。 蒸した中が蒸れきらない状態で冷やしてそしてまた蒸してを繰り返すと甘みが増すかそのまま、うん、バター状態になるのではですよこれが天然ガエルを入れてそれが締まるか、えー、それを入れ持ってやるか一度やってくださいちゃんとね生乳と食塩でしてますんでお願いします 上流はだいたい50度から80度で横に落とすと、うん、その時絶対真ん中を語りますホエイとして取る部分ですよね、うん、それだと脂肪分はそこに集まる、ね、それを不上沸騰しないといけないと思います冷える温度はやっぱり下の温度ですね、えー、この時のエネルギー分は 10g あたりか100になすと 多いでですねうんでこれ100、えーえー、炭水化物を100になると10倍0.2でさっきはそうですねあ1か0.8ぐらいですんで確かにですねほんでこの時のは脂質はちゃんと8.1でも8.1でエネルギーでこのバターができる